ファルネーゼ様は変わられた。あの黒い剣士と出会ってから。いいもんですね、大人数で移動するんじゃなくてこういうしんみりしたのも。いかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、寒いは空腹だもろくでもない。それじゃあやっぱり生徒に帰りますか。黒い剣士は諦めて。そのつもりはない。大神院の連中に聖天崎師団は難民ともども怪物に飲み込まれてしまったと報告しろとでも言うのか。鋼鉄どころか下手をすれば異端審問にかけられるのがオチだ。それにあの屋敷にはもう戻る気はない。ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。雪倒れていたところを拾われ、その時からファルネーゼ様のものとなったバンディミオン家。その財力は世界屈指、諸国の王家にもその血筋を多く送り込み、絶大な影響力を誇る名門中の名門。しかし親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示され、広大な屋敷で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。小さな暴君である彼女の常軌を逸した行動は人を遠ざけた。しかし彼女は怯えていた。広大な牢獄に放置されて。石泥どうなったかな。死んでなきゃいいけど。目つきの悪さと強情なとこ、なんとなくガッツに似てたな。ふざけろ。さて追っ始めるか。
あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。ダメ。いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かわいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる。全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パーク、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ。そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休とこはるのエルフィンパラダイス。おう、うるばしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。少しじゃない。行こうよ、あいつのところへ。撤回をくれてやろうよ。この女がいるから放っておこうよ。そんなに大切なの、グリフィスよりも。もうこの女はお前の知っている戦士なんかじゃない。ただの残骸、別人さ。それなのに大切なの、思い続けることができるの。この女を今も、こんな女のみで。グリフィスが残した傷口だから、グリフィスの残した痛みを感じ続けていたいから、大切なんじゃないの。この女はグリフィスを壊れ続けるための生贄さ。消えろ。生贄ならもっといい使い道がある。ズタズタにしてしまえば、もっともっと深く深くグリフィスとつながる。お前は望んでいる。やめろ。そんなはずあるかよ。守るべき存在は重く、眠れぬ夜は一層心を蝕んだ。
なんで寝ちまったんだ。しょうがないよ、ガッツ何日も寝てなかったじゃん。そんなの、ずらすだにしてしまえ。
力に勝ててほしい。俺は お客様をお連れしました。いや、お前ら探したぜ。あれからずっと血眼になって俺から逃げようったってそうはいかねえ。さあ約束だ、腰を返してもらおうか。教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、非奥義余すところなく。ではお前が正式にエルフ次元流門下に加わることを認めよう。で、お前らは何なんだ。まだ俺をとっ捕まえるつもりか。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。こら、お前もひざまずかないか。何の真似だ。怪しいぜ、急に手のひら返したみてえによ。きっと好き身で踏んじばるつもりだぜ。なんて言ったってそいつらは法王朝の。私はすでに還俗した身、漱石は捨てました。私は知りたいのです。私のすがった秩序を超えた真実を、そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中での生き抜く術を、どうかお導きください。小難しいこと言って煙に巻こうとってそうはいかねえぞ。それじゃおめえらがキャスカの姉ちゃんにやったことの落とし前はどうつけんだよ。火炙りになるとこだったんだぞ。筋を通しやがれ。さあ土下座の一発でもしてもらおうかい。できんのか、プライドの高いお貴族様に言う。今はこれぐらいしか。お詫びはいずれ必ず。坊さんだの貴族だのってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。それに落とし前も詫びもいらねえよ。俺もあんたらのお仲間を切ってる。お互い様だ。けど導くってのは勘弁だ。俺の柄じゃねえ。何が知りたいのかわからねえが勝手にやってくれ。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。感謝。そいつはまだ早いよ。明日の朝にはあんたと俺たちと行くってことだ。もう眠れる夜は来ないってことだからな。なんか変だ、あのガッツがこんなにあっさり他人を受け入れるなんて。俺一人なら、いつもの俺なら一も二もなく拒絶しているところだ。正直今度ばかりは参ったぜ。この俺が初めて赤の他人に期待している。自分のまがまがしさに戦慄している。己の無力に打ちのめされる。どうすりゃあのガッツから一本取れるんだ。
そいつは難しいな、今のお前の腕じゃ。おまけに相手はほとんど怪獣。いっそ石でも投げてみたら。剣じゃねえと意味ねえの。石の腕前なら実際大したもんだけどな。まともにやり合っちゃ体格で大人にかなうわけねえからな。端っこさと、こいつで俺は生き延びてきたのよ。私には切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。Thank you.
ならないようです。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がいいぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今、諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャーン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャーンを追っ払っても、今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さん、ミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが、人間じゃねえ。トロールだよ。出たぜ、今のは。なあ、本当にいいのか、これで。何が？普通修行っていや、長い時間かけて基本を繰り返したり、技を伝授したりするもんじゃねえのか？基礎なら毎日やってんじゃねえか。第一、お前が俺の真似したところで始まんねえだろ。それともお前、何十年も修行して達人にでもなるのを待ってから戦場に出るつもりか？気の長え話だな。そんなつもりはねえ。戦場ってのはお上品な御前試合とは違う。剣の腕だけで生き残れるってもんじゃねえ。逆に半端な達人は
名を上げたい連中にたかられて落ちることも少なくねえんだ。じゃあどうすりゃ。内地へ絞って考えろ自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。夜は火を絶やすな。奴らは火に弱い。あいつらって一体何なんだ。いくらやっても湧いてくるぜ。怨念だよ。恨みを残して死んでいった人たちも。だからキリがないし、どこに行っても出てくるんだ。やるっきゃねえよな。切り伏せるしかできませんので。足手まといにならないよう頑張ります。you
私の勝利だ。教えてくれよ、じいさん。海に出るならどっちに行きゃいい？ああ、それならこの旧街道で峠を越えるといい。あんたらブリタニス港に向かうつもりけ？だったら気をつけた方がええぞ。ブリタニスがどうかしたのか？あそこは今、諸国連合軍の鎮守府になっとる。法王朝強権の国々から続々と軍隊が集まっとるって話じゃ。いよいよクシャン相手の大戦が追っ始まるらしい。国王が崩御した上、一粒種の王女まで行く方知らずじゃ。ミッドランドは事実上王位不在。連合国軍がクシャンを追っ払っても今度はそいつらに国土をいいように切り取られちまう。下手すりゃ国そのものが消えちまうかもな。消える？ミッドランドが？お前さん、ミッドランド人かい？そりゃ気の毒にの。いや、少し餌を借りてただけだ。昔のことさ。いや、そうそう、忘れとった。その道を行くのなら気をつけなされ。特に峠のあたりはの。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか？だったらまだええがの。出るには出るが人間じゃねえ。トロールだよ。